限り広瀬先生、まっちゃんとも喧嘩でドッキリ仕掛けてみたー。前日にね、じゃあ撮影行くから言って呼ばれて、で行ったら、とんでもないな。これで来たんですよ。いや、それはありえないですよ、岩井先生。それは疑われる。いや、マジで。あれは撮影です。あれは撮影です。それ逆に確認するために数えたってことですか。岩井先生、いいですよ。はい、今回なんですけどね、広瀬先生とのコラボ動画をね、撮らせていただいてるんですけども、実はですね、今くりにホワイトニングに来るんですね。ただホワイトニングして歯が白くなるだけでは全然面白くないんで、マッツンとね、大喧嘩をしてみようかなというふうに思ってます。で、広瀬先生はね、もうマッツンも共通で知り合いなので、ある程度もう関係値ができてる。ただがっつり仲いいってわけじゃないんで、結構ねドッキリ仕掛けやすいんじゃないかなというふうに思います。で、この前の撮影で広瀬先生と広瀬先生のクリニックでコラボするんで、そこからちょっとね、火種をポンポンポンっていう感じで気まずい空気出しといて、今くり来たら思いっきり喧嘩しちゃうぞというところでね、まあ、マッツンをね、窃盗犯に仕立てようかなと今回思ってます。警察沙汰にしてやろうかなと。すいません先生、邪魔しちゃうぞ。マッツンももう始まっちゃってるよ。OK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 、 はいはいはい。勉強しようと思って。なるほどね。はい、なるほど。あ、朝です。松野さん。なんで遅刻よ。実はね、こんなこと言うのは1時間遅れたのも松野先生。あ、そうですね。それも申し訳ないけど、言っちゃうね。ちょうど良かったです。ちょうど、はい、ちょうどね、さっきなんかボトックスに麻酔してくれっていうのが出てきた。おお、俺もそうか。買い出したらちょうど1時間発生 OK やったんですよ。で、その人が、ね、麻酔してくれって言うから、ここで麻酔したんですよ。だから、あの、まあ、いろいろ苦しみが始まって、はい、そうか、まあ、だからそういうことやったんですね。じゃあ、 あの間だけ、あの即興するやつやりましょうか。じゃあ、全然違う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 。ありがとうございます。よし、やりましょう。じゃあ、今やりましょう。あ、合わせて。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はダイヤモンド今井先生に院長に来ていただきました。ありがとうございます。動画に出てる方々はことごとく全部上がってる。そうでしょ。だから上がってる人は出してないのかな。頑張りたいと思います。皆さん続いてください。はい、じゃあちょっと診察していきましょう。はい、よろしくお願いします。そうきますよ。どうぞ。聞きやすいですか、聞きにくいですか。普通ですね。普通ですか。あれかしら聞くと思いますね。はい。もう反対終わりましたよ。どうですか、大丈夫です。だいぶ聞いちゃってますね。マッツン、何で遅刻したの。いや、さっき言われました。ちょっと怒ってる。遅れた方が怒ってる。なんかターミネーターの上がってくる時みたいになってるじゃないですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、あのやってる途中というかやってみて。あのね、何も覚えてないです。正気麻酔効きすぎね。起きたら顔が小さくなってた。なってますね。マジで小さくなってる。めちゃくちゃいいですよ、うん、先生すごいね。ありがとうございます。素晴らしいですね先生。じゃあよかったです。はい、じゃあこんな感じで、はい、あの、まあ、ぜひ参考にしていただけたらいいかなと思います。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあゆっくりしてください。はい、3時半ぐらいに移動したいですよね先生。お尻の染みどうするんですか。お尻の染みなんだろう、うん、
押し締めやって、三つ。ちょっと移動先生どうやってします？車車あるんですよ。あ、そうなんですね。わ、はい、かりました。走る。もうでもそうやってもなんかあれですよ、ね、なんか上から下まで露出していく感じになりましたよ。ああ、余すとこなく。まあまあでもちょっと今井先生あのイメージもあるんで、それはちょっと気をつけてください。そのイメージなんかないよ、もうクリニックっていうか気をつけてください、本当に。マッツの持ってるイメージなんだよ。じゃないです。世間の今井先生がこう、うん、患者さんとかが思ってるイメージです。いや、あのね、結構汚れで売ってるからね、これから。いや、それがダメって言ってるんですよ、今まで。いや、そんなことないよ。今まで。そんなことないよ。いや、やっぱ、それはダメですよね、セラミック。日本一でこう、走ってるんですから、やっぱ患者さんのイメージにもあるんで。あんま、そうだよ。クリーンなイメージってこと？そうです、そうです。ずっと言ってるじゃないですか、それは。いや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 、ブランディングとかもうね一通りやり尽くしたんよ。結構そういうのをもっと気をつけてくださいっていう、もう整形の顔いじってて、いよいよもうねこう下の方とか見せてからダメだから、ほらあのグラビアアイドルがヌードになるのと一緒ですよ、ね、売れなくなってきたから。整形は別にいいんですよ、うん、整形は別にいいんですけど、やっぱそういうところは患者さんの世間の、まあ、SNS もねやってるわけなんで、うん、そういうイメージがあるんで、それはやめてくださいよっていうのをずっと言ってるじゃないですか。それはマッツのあくまでイメージだから、俺の持ってるブランディングとはそれちょっと違うから。マッツなんて、いやいや、前日にね、聞いてください。前日に、明日撮影行くから言って、呼ばれて、で行ったら、とんでもない内容と。結局動画ボスですよ、イメージと。イメージじゃない。それを、ちょっと計画性を持ってやってくださいって。そのまま行くんですか？着替えば気持ちが。え、これで来たんですか？ダメですよ、そんな。え、いやいや、そこが問題じゃないですよ。出してもらえないよ。ほんまに言ってるんですか？冗談じゃなくて。だって言いましたけど、京都からこれ来てるから、トラさんで。いや、こっちはいいですけど、今井先生、開けてないときは大丈夫ですよ。いつも言ってるのに、もう、一日も。高得点よね、多分。うまいこと言ってる、ね。今のところバランスいいんじゃない？ですよね。あの、ちょっとこう、いないときにちょっと聞こえるように言う体で。今のところ完璧に言ってますよね。ねえ、はい、多分バレてないよね。バレてない。言ってないけど、やっぱ笑ってまいそうになりますね。ちょっと入り込まないと、もうちょっと。はい、じゃあ広瀬先生がね、今からアルマトリのためにサイン書いてくださいということで。広瀬か、今井か。これでいきましょう。こちらの先生、ありがとうございます。あ、すごい、休日なのにスタッフさんがいる。はい、衛生士が、すいません、ありがとうございます。すいません、お邪魔させていただいて、ありがとうございます。しっかりしてる気持ちかな。お先生、歯めちゃめちゃ綺麗です。お全然問題ないです。ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこちらで、ね、歯ってめっちゃ長いんだと思ったよ、ちょっと長く、僕の、じゃあ僕の、チャンネル予定の動画ですね。終わりました。皆さんこんにちは、ダイヤモンド今井町です。今日はですね、なんと今くりにですね、あの広瀬が来ちゃいました。ありがとうございます。なんかもう絡みが多すぎてすごいですよね。何本目なんだ。いや、本当にごめんなさい、カメラ終わったんです。負けました。もうちょっとやってるでしょ、それ。やってる。確かにちょっとキレ悪かったんでよかったです。ああ、今のキレ悪かったもんね。じゃあアクセル全開に。ごめんなさい、ごめんなさい、もう一回行くだ、はい、行きましょう。行きます。ごめんなさい、はい、お願いします。やりましょう、ぜひ。はい、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、そしたら一回切る、一回切りましょう。
鼻のありがとうございます。抜歯も。ああ、そうですね。覚えてます。覚えてます。忘れてました。鼻の抜歯したんです。オペ直後して1ヶ月ぐらい韓国行ってから1週間後ぐらいか。そうですね。韓国行って1週間後ぐらいですね。あれなんか、まあ、抜歯だから1週間後ですよね。うん、あ、韓国で思いました。韓国で。僕は今井先生タクシー代ずっと出しとったんですけど、生産ちょっといつタクシーの生産っすね。何の話しかお客さんいるから。いやいやいや、そうっすけど、なんかね、最近ね、やったら細かいお金、なんか結構、なんなんですか。いや、さっき俺ちゃんと自分で払ってる。いや、払って、あれ僕、昼は僕出しました。細かいこと言い出したんすか。いや、最近ね、最近ちょっとひどいんですよ。もう会社は別なんですよ。あ、そうです。会社別なんですよ。うちの職場の方ではないんですよ。ライブの方なんで。はい、そこはね、じゃ あれはちゃんとしてくださいよ。さすがに。あれ、持ち出しですよ、僕。持ち出しなの。あ、そりゃそうですよ。でも会社成功してますみたいな。韓国で。会社成功してる。いや、あ、ダメですって。いや、あれはちょっとちゃんとしてください、本当に。いやいやいや。ダメっすよ。いや、でもそれで、実は、そのお金に最近俺シビアな理由で、はい、マッツンに、ほら、韓国でさ、ウォンからさ、円から買えたじゃん、300万円からさ。そ、はい、いう、なんか動画撮ってしまう。はい、あれね、なんかちょっとお金減ってるの。いつですか。だから300万円一時預けたじゃん。で、オペ代が270万円ぐらいだじゃん。はい、で、だ30万円分のウォンが、なんかあったら、それ預けてた時あって、で、それをね、なんか俺さ、その後石通りいたじゃん。いた時に、なんか最終的にかん、なんか使った金額とかいろいろ計算したら、なんか5万円ぐらいちょっと足んなかったよ。あ、ウォンやから。いやいやいや。換金のギャップでじゃないですか。結構1日預けてたよ。僕、だって金庫入れたじゃないですか。でも、松の部屋の金庫だから、ね、僕の、まあ、ホテルの金庫ですけど、うん、鍵かけて、まさかの、いや、ちょっと、やめとこう、ね、猫ババ説。金庫、いや、あの時でも申し訳ないけど、でもちょっと減ってたよ。いや、そんなわけないっすよ。ありえへんすよ、それは。だって金庫入れて、今井先生見たじゃないですか。いや、金庫入れとこあるみたいな。あそ、僕のホテル来て、金庫開けたじゃないですか。うん、開けたでしょ、あの時。ぶっちゃけ取ったの、あれ。いや、そんな、そんな疑ってるんですか。いや、ありえないですよ、それは。いや、それはありえないですよ、岩井先生。それは疑われる。いや、僕やって今までね、やって翌日撮影来てくれとか言われても、僕、あ、分かりました言うて、やって韓国もいきなり3日前に言われたんですよ。で、行きます言うて。いや、だから関係してるんですけど、目の色が違ったからさ。いや、そんなわけ。いや、マジであれは撮影です。300万円を撮影。あれは撮影です。目の色がドローン。あれは、あれは動画見てください。あれは撮影です。本当。いや、そりゃ、いやいや、おかしいっすよ。それは疑われるっておかしいっすよ、やって。なんかお金困らない。なんで5万ぐらいあげてください。いや、おかしいっすよ。例えば。いや、もう、最近やったらね、細かい。ないっすよ、そんな。だから多分、前世だから5万円を生産したよね、褒め重ねて。そうそうそう。もう5万円。俺の中でそう、多分それをやってるんだと思う。それ逆に、確認するために数えたってことですか、じゃあ。ざっくりね。いや、でもちょっと減ってた、減ってた。いや、ざっくりでしょ、マジで減ってた、減ってた。だって30万っすよ。向こうも300万あったんですよ。なんかバレないなと思ったのかなと思って。いや、そんな、いや、そんな疑われてると思わなかったっすわ、そんな。いや、ちょっとそこはちょっとありえないっすね。いや、全然ないっすよ。全然、片間違いじゃないですか。いや、でもこれ、俺、森山さんに言おうかなと思って。確か、社長に言おうかなと思って。いや、でやってないっすよ、そんな証拠もないですし、なんか怪しいんだよ、動きは。いや、ないっす、ないっすないっすよ。2人でそういう、なんかドッキリ YouTube やったらいいと思いますよ。いや、ドッキリ YouTube。 いや、もうちょっとなんか今日チャッチューって言うんですよ、もう、今井先生、もういいっすよね。塚本さん、ちょっと撮っといて。先生のキャラもあんのかな。なんか優しいっていうかさ、優しいよ。でも気づいてない。気づいて、なんかドッキリのやったらいいじゃんみたいなこと言ってたよね。ちょっと気づいてって可能性。聞いてみようか。今からこれを待って。
遅刻したところとか。なるほど。正規の時にも僕確かに聞いてたんですけど、ボソッと言ったでしょ、なんで遅刻したんだみたいな。はい、もう伏線張りまくりじゃないですか。張りまくって先生聞こえるのに、こうなんか中でちょっと部屋の中で揉めてる感じとか。まあよかった、でも一生懸命やってたんですよ。よかったっす。なんか俺結構やべえとこに言わせちゃったなと思って俺このまままっつん帰ってこなかったらどうしよう。いやでも先生めっちゃ怒ってるやんって。先生すごいなと思ってから、そこをなんとか、ね、ま、靴を、ね、戻そうとしてる感じがすごいなと思って、なんとかしようとしてる、うん、もういいじゃないですか、5万ぐらいあげたらね。よくわからん、おもろいね。しかも、そんな今井先生もその向かってんのにいいんだな、5万ぐらいで、お前言うかな。結構厳しいんやな、シビアだね。でも先生もなんか途中でドッキリみたいなコントすればいいじゃないですか、最後言ってたから、バレてんのかなと思って。いやいやいや、マジでバレてなかったね。俺ちょっと言ってたもんね、あ、これが本当の大阪の家具なんだなとか、あ、ガチなんかなって、これ毎回やってんのかなこれとか。そういうノリでやってる2人みたいな、はい、あ、なるほど、漫才じゃないけども、はい、そう、あ、いやちょっとでもその多分僕の逃げでしたね、あのなんか漫才したらいいんじゃないですかっていうのはもう気まずい、やべえやべえと思って。やっぱりよかった、気まずそうでしたね。気まずかった。俺その時の顔見たい、もう一回。いや今日一日もうこれのことは僕頭にいやいや、何のこと、何考えてるんですか。これね、いやこれやっぱ先生騙せなかったらどうしようかと思って。いや俺でもね、ドッキリかけられてみたかったんですよ。いや本当に分かんないもんですね。ま、上手やったっす。あ、うまっすか。なんかちょっとしかも取りそうな感じあるし。ダメ。なんかちょっとちょっと俺から見て、あ、こいつ撮ってるなと思いました。なんか、この感じで撮ってるな、ちょっと擁護してやろうと思って。殴られたいじゃないですか。撮ってる手で撮ってるな。撮ってる手で俺が撮ってる。そうそうそう。実際撮ってるんじゃないですか。撮ってないですよ。撮ってない。ドンキリ、ドンキリ。全部。よかったー。いや、もうめっちゃ騙された。っていうのがもううちの動画です、これ。だって僕って、一個で始まらないんで。始めてほしいんですよ。俺来てもう30分やらずに、あんま始まらないんで。そんな準備するのためだけど。そう。じゃあ、ありがとうございました。正直先生、ホワイトリーのオプションで、メインがメインが持ってます。そうなんですよ。すいません。バッキリ大成功。